ヘリコバクターピロリとは、人などの胃に生息する螺旋型のグラム陰性、微孔寄性細菌である。単にピロリ菌と呼ばれることもある。ヘリコバクテイルピロリと表記されることもある。1983年にオーストラリアのロビン・ウォレンとバリー・マーシャルにより発見された。胃の内部は胃液に含まれる塩酸によって、pH1 の共産性であるため、 従来は、細菌が生息できない環境だと考えられていた。しかし、ヘリコバクターピロリは、ウレアーゼと呼ばれる酵素を産生しており、この酵素で、遺燃液中の尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解し、生じたアンモニアで、局所的に胃酸を中和することによって、家定着している。この菌の発見により、動物の胃に適応して生息する細菌が存在することが明らかにされた。 ヘリコバクターピロリの感染は、慢性胃炎、胃潰瘍や十二指腸海瘍のみならず、胃がんや、モルトリンパ種や微慢性大細胞型、B 細胞性リンパ種などの発生につながることが報告されているほか、特発性結小板減少性死反病、最近の中で、一悪性腫瘍の原因となりうることが明らかになっている病原体の一つである。ピロリ菌検査で陰性でも、 胃炎など胃疾患が続く場合は、ヘリコバクターハイルマニーの感染が疑われることがある。世界人口の50%以上は、消化器にピロリ菌が感染している。とりわけ先進国よりも開発途上国の方が感染率が高い。H ピロリの構造グラム陰性で、直径約0.5メートル、長さ2.5から5メートル、2から3回ねじれたら線菌の形状を持ち、 顕微強化では S 字状、あるいはカモメ状と呼ばれる曲がりくねった形態として観察される。長軸の両端にそれぞれ4から8本の弁棒を持ち、この弁棒の回転運動によって溶液内や粘液中を遊泳して移動することが可能である。微光規制で栄養要求性も厳しいため分離や培養が難しい部類の細菌であり、酸素濃度5%、 二酸化炭素濃度5から10%の雰囲気で専用の培地を用いることで培養を可能となる。ヘリコバクターピロリは自然環境においては動物のいないだけで増殖可能であり、それ以外の場所では生きたら先菌の形では長時間生産することはできない。しかし患者の異性腱組織、唾液あるいは糞便中から、 コッコイドフォームと呼ばれる球菌様の形態に変化したものが分離されることがある。コッコイドフォームは一種の VNC 状態だと考えられており、この形態では増殖はできないものの、一部のコッコイドフォームが再び人の体内に入って蘇生する可能性が示唆されているため、この正常も本筋の感染に関与しているのではないかという説も提唱されている。 ヘリコバクターピロリは人及び猿、猫、豚、犬の胃内に感染することが明らかになっている。また、様々な動物の胃にもそれぞれ他のヘリコバクター属細菌が定着している。ヘリコバクターピロリは中性と酸性領域の2つの指摘 pH を持つウレアーゼを酸性し、この酵素が本菌の以内への定着と病原性に大きく関与している。 ヘリコバクター属は2007年の時点で30種に分類されているが、ピロリに類似したウレアーゼを持つエッチマスティーリーや H フェリスなどは動物の以内に定着可能であり、一方、ウレアーゼを持たない者や賛成条件下では働かない。ウレアーゼを産生する者は以内には定着せずに腸内に寄生している。戦前は世界中ほとんど全ての人が補勤していたが、先進工業国では、 衛生管理の徹底によって、この菌を持たない人が増えてきている。2015年現在、世界人口の50%以上がヘリコバクターピロリの保菌者だと考えられている。日本は1992年の時点で20歳代の感染率は25%程度と定率であるが、40歳以上では7割を超えており、発展途上国並みに高い。日本の この極端なに相性には戦後急速に進んだ生活環境の改善が背景にあるものと考えられている。ABO 式血液型と海洋発症率には差があり、O 型は A 型 B 型よりも1.5倍から2倍高いと報告されているが、これはヘリコバクターピロリが粘膜に取り付く際に作用するレセプターが血がる、本菌の感染経路は不明であるが、 以内に定着することから、蛍光感染すると考えられており、口から口及び粉口感染が想定されている。保健している親との小児期の濃密な接触、あるいは粉弁に汚染された水、食品を介した感染経路が有力視されている。飼い猫やハエによる媒介感染、上部消化管内視鏡を通じた異原性感染の可能性も考えられるが、 どの程度強く関与しているかの統一見解は得られていない。H ピロリの病原因子群、ウレアーゼの立体構造も敷きず、ヘリコバクターピロリには多くの病原因子が存在する。特にウレアーゼは本筋のいない定着に必須であるとともに、総過性や粘膜障害にも大きく関与する。これ以外にも本筋に特異的な外毒素である、細胞空放化毒素や、 ムチナーゼやプロテアーゼなどの分泌酵素群が粘膜及び異常非細胞の障害に直接関与すると考えられている。また、グラム陰性菌の災害核に存在するリポタ糖などによって起きる高中球などの郵送によっても炎症が引き起こされる。また本菌は専門に類似した方型部。このほか弁毛は本菌が感染部位となる。 胃粘膜に遊泳して到達するために、また外膜タンパク質の一種は本菌が上皮細胞に接着するために必要であることが知られている。これらの病原因子はすべて本菌による感染や胃粘膜障害に関与するが、このうち本菌に特異的なボコやカガについて研究が進んでいる。その結果、同じヘリコバクターピロリでもボコやカガを持つ菌種とも これらを持つ菌種は、毒性が強く、これらの強毒株こそが、慢性胃炎や消化器か用、異岸の本当の病原体で、弱毒株の方はあまり害のない一種の、常在菌なのでないか、という仮説も提唱されている。ヘリコバクターピロリの持つウレアーゼは、細胞の表層部に極在しており、中性及び酸性領域の2種類の指摘 pH を持つため、胃内部の酸性条件下でも、 尿素からのアンモニア酸性が可能である。ウレアーゼによって作られたアンモニアは局所的に胃液を中和するため、その部分にヘリコバクターピロリが定着可能となって感染が成立する。アンモニアはまたヘリコバクターピロリに対して相加性因子としても作用し、以内にいる他のヘリコバクターピロリが便毛により遊泳して感染部位に集合しやすくなる。 さらに細菌感染に対して動員された、白血球が酸性する過酸化水素と、その過酸化水素から、さらに生成する活性酸素や耳や塩素酸が、アンモニアと反応すると、モノクロラミンなどの組織障害性が強い、フリーラジカルが生成されて、胃粘膜障害が、さらに進行する。ヘリコバクターピロリのゲノム中には、キャグパサジェネシテアイランドと呼ばれる領域があり、 方型分泌装置関連遺伝子など30種余りの遺伝子がこの領域に含まれている。英語、サイタアクソンアススキャトドジーンアアンチゲンはこの領域に含まれる遺伝子の一つ、加害遺伝子から産生されるタンパク質である。加害遺伝子を持つピロリ菌種に感染した場合、持たない菌種の感染よりも消化性海洋や胃がんになるリスクが高い。 東アジア型の菌種の大半が加遺電子を持つ一方で、西洋型菌の加ガ保有率は50%程度であり、胃がん発生率の地域差と相関している。胃の粘膜に取り付いたヘリコバクターピロリは、4型分泌装置を通して加ンパクを細胞内に注入する。注入された加ガは、宿主細胞内でリン酸化を受け、これまでに少なくとも細胞分裂と、 細胞接着に影響を及ぼすことが分かっている。ヘリコバクターピロリは、人の萎縮性胃炎、胃海洋、十二指腸海洋などの炎症性の疾患、胃がんや、モルトリンパ種、微慢性大細胞型 B 細胞性リンパ種などの、癌の発症と密接に関連した、病原細菌である。国際癌研究機関が発表している e a r ク発癌性リスク一覧では、グループ I に分類されている。 ただし疾患が現れるのは、保菌者の約3割程度であり、残りの7割の人は持続感染しながらも症状が現れない健康保菌者だと言われている。また反対に、人体におけるヘリコバクターピロリの、ヘリコバクターピロリが感染した胃粘膜上皮の組織像、ヘリコバクターピロリが宿主である人の胃に感染した場合、それが初感染の時には、 急性の炎や下痢を起こす。ほとんどの場合はそのまま菌が排除されることなく、胃内に定着し、宿主の修正にわたって、持続感染を起こす。持続感染した人では、胃縮性炎、胃海洋、十二指腸海洋のリスクが上昇する。胃の表面では、粘膜上皮細胞を1ミリメートル程度の厚さで、粘液層が覆っており、これが、胃液に含まれる胃酸や、 ペプシンなどのタンパク質分解酵素から上皮細胞を守る役割を担っている。胃内に侵入したヘリコバクターピロリは、弁毛を使ってこの粘液層内部に泳いで移動し、菌体の表層にあるリポタトウや外膜タンパク質などの分子の働きによって上皮細胞の表面に付着する。この粘液層の内部も、殺菌を逃れた菌は粘液層で増殖する。 また、尿素から生じたアンボニアなどは、尿素やヘミンなどの生体分子と共に、相化性因子として、周囲の菌を呼び寄せ、粘液下層にヘリコバクターピロリの感染層が形成される。この感染層の部分で、ヘリコバクターピロリが作る、様々な分解酵素の働きによって、粘液層が破壊され、粘膜による保護を失った、上皮細胞が障害されて炎症が起きる。 また菌が分泌するボコなどの毒素や法型分泌装置で上皮細胞に注入する加賀などのエフェクター分子による上皮細胞の直接的な障害や細菌の感染に対して動員された好中球などの白血球による組織障害なども加わって炎症を増悪させる。またこれらの炎症性疾患が慢性化すると胃がんやモルトリンパシュ 微慢性大細胞型 B 細胞性リンパ腫が発生するリスクも上昇する。炎症に続いて起こる組織修復が繰り返されることによって細胞癌癌のリスクが上昇することが癌の発生原因の一つであると考えられている。また、ヘリコバクターピロリが産生する加賀などの病原因子が宿主細胞増殖を促進したりアポトーシスを抑制することで 宿主細胞の眼科に関与している可能性も指摘されている。ヘリコバクターピロリ菌の陽性者では陰性者と比較して胃がんの発生のリスクは5倍となる。さらに胃の萎縮の程度が進むと胃がんリスクも上昇し、ヘリコバクターピロリ菌感染陽性でかつ萎縮性胃炎ありのグループでは陰性で萎縮なしのグループと比較して胃がんの発生リスクは10倍となっている。 ヘリコバクターピロリ感染症とビタミン B12、欠乏症の直接的な関連があり、除菌により、血清ビタミン B12 値が正常化することが知られている。ヘリコバクターピロリによる、胃粘膜障害以内に侵入した菌は弁毛を使って胃の粘液層内部を移動し、上皮細胞の表面に付着する。ウレアージェが、粘液中の尿素からアンボニアを生じ、胃酸を中和する。 殺菌を逃れたピロリ菌が粘液層で増殖。また草化性因子が周囲のピロリ菌を呼び寄せる。ピロリ菌が作る様々な分解酵素は粘液層を破壊し、粘膜による保護を失った上皮細胞が炎症を起こす。また菌が分泌する母コなどの毒素、法型分泌装置で上皮細胞に注入するエフェクター分子が上皮細胞を障害して、 炎症を増悪させる。胃炎治療のために除菌治療を行った人の一部で逆流性食道炎の発生や、それに伴う食道癌のリスクが増加する可能性が報告されている。しかし、他施設20号県無作為コントロール試験による最近の調査ではリスク増加が否定されるなど、この現象についてはまだ一致した見解が得られていない。 以内にヘリコバクターピロリを持たない人や、除菌治療を行った人では、胃酸の部、バレット食道は、食道洗顔の全段階の病変として現れる、ことも知られている。ただし、この逆流性食道炎は、一過性のもので、生涯にわたって増悪するかどうかについては、否定的な専門家が多い。また、除菌時に見られるバレット食道の多くは、病変が短いタイプのものであり、 このタイプの発生と食道腺癌発生のリスクについても統一した見解は得られていない。食道に対する知見からヘリコバクターピロリの持続感染は胃がんとは逆に食道がんのリスクを低下させているのではないかという考えも提唱された。本菌はもともと宿主と共生関係にある常在細菌の一種であり、胃酸分泌のコントロールによって 食道の疾患予防に貢献していると考えている研究者も存在する。人間の以内の pH 調整機構そのものが本来常在細菌であったヘリコバクターピロリによる遺産中和の存在を前提とした形で進化を遂げているのだと主張している。ヘリコバクターピロリ感染の有無の診断には、下記の検査法のいずれかを用いる他の一般的な細菌感染症の場合と 同様な病原体そのものの存在を検出する。その病原体の感染によって患者の血液中に産生された抗体の量を測定する。本菌に独特な検査方法として本菌が有するウレアーゼの高素活性を測定するが利用されている。日本ヘリコバクター学会のガイドラインでもこれらの診断法が採用されている。尿素呼キテストキット、検査薬と 古期回収パック迅速ウレアアゼ試験キット ABC 分類とは、血清 HP 抗体と血清ペプシの原稿の併用によるリスク評価法で2種類の検査結果を組み合わせにより4種類の分類が行われることから、ABCD 分類あるいは ABC 分類と呼ばれる。なお、検診ではないので ABC 検診とは呼ばない。中期 C と D を同一に扱いートすれば、 abc 分類となる。日本において、1995年に、日本消化器病学会知見検討委員会より、除菌ガイドラインが発表され、2000年に、日本ヘリコバクター学会より、ヘリコバクターピロリ感染の診断と治療のガイドラインが発表された。日本における、ヘリコバクターピロリの除菌療法の保険適用は、2000年11月に、胃潰瘍と、十二指腸潰瘍が、 対象となり、2010年6月に、イモルトリンパ腫、特発性結晶板減少性死半病、早期医がん ESD に拡大された。2011年2月11日に、参議院に提出された、胃がんとヘリコバクターピロリとの関連を踏まえた、がん対策に関する質問主意書に対して、政府は、同2月18日の答弁書において国際がん、 研究機関の見解を受け入れる形で胃がんの原因をピロリ菌と認め、その後、慢性胃炎の段階まで適応拡大の機運が高まる。2013年1月に厚生労働省の専門部会により除菌によって胃炎が改善するとの研究結果が確認されたことを受け、翌月2013年2月には胃潰瘍の全段階である慢性胃炎すなわち、 ヘリコバクターピロリ感染遺炎に適応を拡大した上で保険適用とされた。しかし、除菌療法が成功しても胃がんを発症する事例もある。ヘリコバクターピロリの除菌は発見と同時に始まっており、分離培養に初めて成功したマーシャルは、直ちに除菌治療に有効な薬剤の検討を開始している。初期にはビスマス製剤による除菌が試みられたが、短剤では 効果が低かったため、アモキシシリンやチニダゾールといった抗生物質を組み合わせた二剤併用、さらにはメトロニダゾールを加えた抗生物質三剤による方法が開発された。この方法は古典的三剤併用療法と呼ばれ、改良を加えながら高い除菌率を得ることに成功したが、一方で副作用の問題が残された。初期のビスマス製剤を軸にした除菌療法は、 抗菌薬の種類を増やし、効果の上昇を狙ったものだった。抗生物質の活性は、一般的に pH 中性環境で最も高いため、プロトンポンプ阻害薬などの酸分泌抑制薬を併用し、胃内環境を中性に近づける試みが行われた。この方法は、一過性の酸産型による副作用を抑えられるという利点もあり、その後クラリスロマイシンの併用を加え、 90%超という除菌率を達成した。これが新産剤併用療法であり、1週間という短期間の服用で高い効果を得られることから、除菌療法の標準になっている。日本で認可されている医療保険の対象となっている、除菌療法はカリウムイオン競合型アシッドブロッカー、またはプロトンポンプ阻害薬と抗生物質に剤を組み合わせた。 アンプック CAM の散剤併用療法で散剤を7日間服用する。当初はプロトンポンプソガ薬としてランソプラゾールのみが指定。オメプラゾールとラベプラゾール、ボノプラザンも順次保険診療の対象となった。この方法による除菌の成功率は80%程度とされてきたが、近年クラディスロマイシン薬剤耐性菌種が増え、 除菌率が70%程度まで低下との報告もある。ボノプラザン併用療法では、胃内 pH をより高く維持できるため、1時、除菌92.6%、2次除菌98.0%と既存、p に比べ効率に除菌できた。クラリスロマイ身体性菌種に対しては、ヨーグルトを併用し、除菌の成功率が向上したとの報告がある。 クラリスロマイシンは呼吸器感染症の治療に用いられることから、小児の薬剤耐性菌保有も見られる。前述の一時除菌療法にて除菌が失敗した場合、クラリスロマイシンをメトロニダゾールに変更し、アンプック MNZ の散剤併用療法による二次除菌療法まで保険適用となっている。一時除菌と二次除菌の間の期間については、一時除菌と二次除菌の 期間の違いによる、除菌成功率の際の報告はないため、早く二次除菌を行おうとして一次除菌の結果、判定を急ぐと、偽陰性や、偽陽性が多くなり、不成功者を成功者と、成功者を不成功者などと判、除菌終了から1年以上経過した検査で、陰性であったものが数年後に陽性になった場合は、再感染を検討するが、再感染は稀であるため、 基本的に除菌不成功者として二次除菌を行う。また、二次除菌療法でも除菌が失敗した場合、三次、除菌療法がいくつか提唱されている。アンプック MNZ の倍量投与、倍期間投与等や、また下フロキサシン、レボフロキサシン等を組み合わせたア、アンプック STFX、アンプック LVFX の散在併用療法等が行われたりするが、これらは、 保健診療の適用にはならない。一方で、小児に対する治療は、除菌後の再感染のリスクを考慮して、除菌対象年齢を5歳以上としている。しかし、タンパク漏出性症や消化性概要を反復するなど、除菌治療が必要と判断された場合では5歳未満でも、除菌治療が行われている。ただし、除菌治療に関する添付文書では、小児等への投与、 小児等に対する安全性は確立されていないとなっており、治療が必要な場合には保護者に十分な説明を行い同意を得る必要がある。原則として年齢上限は定められていない。新しい除菌療法として、クッピー 2C19 遺伝子多形検査に基づく、テーラーメイドのヘリコバクターピロリ菌除菌療法が開発された。除菌療法の近忌と副作用ペニシリンに対する、 過敏症や薬物相互作用に留意する必要がある。クラリスロマイシンに対しては、片頭痛薬のエルゴタミン含有製剤、痛風薬のコリヒチンなどは、併用禁忌である。二次除菌療法に用いるメトロニダゾールは、酒との相互作用によって、腹痛や嘔吐を起こす。除菌療法により生じる、主な副作用は、参考画像臨床試験にて、 アミノ酸である N アセチルエルシステインを2ヶ月間継続して食べた感染者において胃の中に住むピロリ菌が減少したとの報告がされている。メカニズムはブロッコリー内に含まれている N アセチルエルシステインの結合物質により N アセチルエルシステインと同じくピロリ菌の不活性化を行うと考えられている。ブロッコリーの新芽に含まれるスルフォラファンも 有効成分の一つと考えられている。また、梅に含まれるシリンガルシノールというリグナンの一種も、ピロリ菌の増殖抑制や胃粘膜への感染防御に有効であることが発見された。この他、緑茶、緑茶カテキンやココア、コーヒー、わさび生姜、ニンニク、キムチ、ヨーグルト、キャベツ、カリフラワー、ブロッコリーなどの油中の野菜に含まれる。 イソチオシアネート類などでも抑制が報告されている。さらに、ニュージーランド特産の蜂蜜であるマヌカハニーもピロリ菌駆除力を持つことが報告されている。ただし、これら多くの食品による抑制効果は限られた調査対象や動物実験をもとにしたものがほとんどである。また、特定の食品だけを過剰に摂取することは、全身の健康にとって良くないことは、 容易に想像できる。ヘリコバクターピロリ関連疾患の現実的かつ実践的な予防対策として広範囲な疫学調査に基づき広く受け入れられているのは野菜と果物の摂取及び減塩である。1874年、ドイツの研究者が人の胃に存在している螺旋状の細菌を発見し顕微鏡で観察したのがヘリコバクターの最初の報告であると言われているが、 詳細な記録は残っていない。残っている最初の正式な記録は1892年にイタリアの研究者ジュリオ・ビツオチロが犬のいないの酸性環境で生息する細菌について表したものである。その後、1899年、ポーランドの研究者バレリア・ボルスキが人の胃からグラム陰性肝菌とともに螺旋菌を見出し、彼はこの菌を ビブリオ・ラグヤラと名付け、医疾患との関連について、ポーランド語で書かれた著書の中で提唱した。その後20世紀に入って、1906年には、クリエニッツらが、胃がん患者の胃粘膜に、セン菌がいることを、1920年代には、ラックらが、胃粘膜に、ウレアーゼの高素活性があることを、1940年には、フリードバーグとバロンが、胃の切除標本の、 約三分の一に羅線菌が存在することを相次いで報告し、胃の中の細菌の存在と、胃疾患との関連に対する医学研究者らの関心が徐々に高まっていった。しかし、この説に対してことを唱える研究者も多く存在した。19世紀当時、細菌学はロベルト・コハホラの活躍によって流星を極めていたが、当時行われていた培養法では、この 胃の中の細菌を分離培養できず、生きた菌の存在を直接証明できなかったためである。また細菌学の黎明期には、これら菌やチフス菌など、多くの消化管感染症の原因菌が研究されたが、胃は胃酸による殺菌作用によって、これらの細菌感染に対する防御機構としての役割を果たすと考えられており、このこともしばしば反対派の論拠として挙げられた。 すべての菌が死滅するわけではないものの、そこは生命にとって劣悪な環境であり、最近は生息できないと考えられていたのである。そして1954年、アメリカの病理学者で消化器病学の大家であったエディ・パルマーが、1000を超える胃の聖剣標本について検討した結果、螺旋菌が発見できなかったと報告し、フリードバーグらの報告は誤りであると主張した。 この報告によって、それまで報告されてきたら、先菌は何らかの雑菌混入によるものだったのではないかという考えが主流になり、一部の医学研究者を除いて、胃の中の細菌に対する研究者の関心は薄れていった。1983年、オーストラリアのロビン・ウォレンとバリー・マーシャルが人の胃からの螺旋状の菌を培養することに成功した。この発見には、 スキローラが1977年に確立したカンピロバクターの微光器培養技術が基盤となっている。カンピロバクターは感染性の下痢の原因とナルラセン菌であり、微光器生活栄養要求性の厳しい細菌の一種であるため特殊な培地と培養法が必要である。マーシャルラはその培養法を応用して慢性活動性胃炎の患者のいない、 有門付近から螺旋菌を分離することに成功した。この成功の陰には一つの偶然があったと伝えられている。カンピロバクター培養法を導入したマーシャルらであったが、それでも目的の菌の培養には失敗が続いた。しかし1982年4月のイースターの時、マーシャルの実験助手が休暇を取ったため、マーシャルは通常は数日で終わらせる培養を5日間。 そのままほったらかしで続けることにした。そして休暇が終わった時、倍地上に細菌のコロニーができていることに気づき、これが本菌の発見につながった。後に判明したことだが、ヘリコバクターピロリは増殖速度が遅く、培養には長時間を必要とする細菌であった。光学顕微鏡で観察した形態の類似性と微光気性であることが共通していたため、この菌は、 カンピロバクターの一種と考えられ、キャンピロバクターパイルリデスと命名された。ただし、この名称は、ラテン語の文法上誤りであったため、1987年に、キャンピロバクターピロリに改名された。その後、電子顕微鏡下での微小構造の違いや遺伝子の類似性から、1989年に、カンピロバクターとは別のグループとして、新たにヘリコバクター属が設けられ、 ヘリコバクターピロリに名称変更された。また、同様の方法で、人以外にも、フェレット、猿、猫、チーターなどの動物の胃からも、同様の菌が分離されて、ヘリコバクター属に分類された。発見された当時、慢性胃炎や胃潰瘍はもっぱらストレスだけが原因であるという説が主流であったが、マーシャルラは、本菌がこれらの疾患の病原体であるという仮説を、 提唱した。これらの疾患の慢性化と胃がんの発生が関連することが当時すでに知られていたため、この仮説は本菌ががんの発生に関与する可能性を示唆するものとしても注目されたが、当初は疑いの目を持って迎えられた。そこでマーシャルは培養したヘリコバクターピロリを自ら飲むという人員実験を行った。その結果、マーシャルは 急性胃炎を発症し、国保の原則の一つを満たすことが証明された。ただし、マーシャルの遺炎は、この後、治療を行うことなく自然に治癒したため、急性胃炎以外の医師官との関連については、証明されなかった。一方、彼とは別に、ニュージーランドの医学研究者、アーサー・モリスも、また同様の人実験を行った。その結果、マーシャルと同様に、 急性胃炎を発症しただけでなく、モリスの場合は、慢性胃炎への進行が認められた。これらの結果から、ヘリコバクターピロリが急性及び、慢性胃炎の原因になることが証明された。この後、疫学的な研究から、これらの疾患の慢性患者の多くから本菌が分離されることや、本菌の除菌治療が再発防止に有効であることも明らかになった。 胃がんとの関連については、人以外の動物を用いた数多くの実験にも、かかわらず証明ができないままであったが、疫学調査の結果から明らかになっていった。そして1994年には、国際癌研究機関が発行している EARC、発願性リスク一覧に、グループ1の発願物質として記載された。その後、日本から有用な成果が相次いで報告された。 1996年に、平山らは、ヘリコバクターピロリが砂ネズミの胃に感染し、人と同様の慢性胃炎、消化性海洋を形成することを発見した。1998年には、渡辺らが長期間飼育したピロリ菌感染砂ネズミに胃がんが発生したことを報告し、ホッホの原則に基づく最初の証明とされた。この年にはさらに盾松らによって、 発がん物質投与とピロリ菌感染を組み合わせた、より効率の高い動物胃がんモデルが確立されている。2001年には、ピロリ感染者では、胃がんが発症するものの、非感染者では全く発症しなかったと日本から報告された。一方、ヘリコバクターピロリの除菌が広く行われ出した頃から、この治療を行った患者に、食道炎や食道んの発生が多いことが報告されており、 本菌は胃に対して悪影響を及ぼす傍ら、食道に対してはむしろ疾患を防御している可能性が議論されている。医学的な重要性からヘリコバクタピロリの研究は精力的に進められ、1997年にはゲノム解読が完了した。この結果から胃内定着の機構や発がんのメカニズムについての研究がさらに進められている。2005年には ヘリコバクターピロリの発見の功績によって、ロビン・ウォレンとバリー・マーシャルに対して、ノーベル生理学・医学賞が授与された。ピロリ菌ア系の拡散系ロズピロリ菌の系統から、原生人類拡散子に迫る研究も存在する。以下に、ピロリ菌のア系と、その分布を示す。この系統時により、サキタニ・ミツルは、東アジアの人集団が、イラン付近から、 アルタイ産無薬付近を経由した北ルートで到達したことが明確に示されたとしている。ありがとうございます。